西岡武次郎ら西岡家の墓、西岡武次郎5月28日から1958年1月14日は、日本の政治家、実業家、西岡井三次の養子、長崎県知事や戦前から戦後にかけ長崎、民友新聞社長を務めた、長崎市出身、1916年に、早稲田大学法学部を卒業すると、 普通選挙運動に関わり1921年からヨーロッパへ外遊。1924年に帰国すると、同年5月の総選挙に中立候補として出馬し、水産大学の誘致、総合大学の設置、国立博物館の建設等の六大政策を掲げたが、県政会の対立候補だった本田ダ講師がそれを利益誘導として、西岡を告訴したものの、結果的に、 本田、則本リモトと激戦の末に2385票の最高点で初当選した。有権者数6252名、投票率84.2%。正解入りして間もなく11月24日に、2週間は実定の倉成昭八郎と共に、大浦町で長崎民友新聞を総三34歳にして社長兼主筆となる。 だが1925年2月20日に、ホンダの告訴した件で、大審院で罰金50円の判決が下り、議員在任10ヶ月で失職。1927年4月には、編集取扱上の不敬事件のため、長崎民友の社長を隕石辞任することになった。それでも10月12日には、電車運賃値上げ反対で、自ら市民大会を開催して、 政治活動を続け、1928年に行われた普通選挙法による初の総選挙で国政での議席を回復する。さらに1929年3月28日では、普通選挙法による初の長崎市会議員選挙で山田隆二の率いる、声優会主流派に対し自派の西岡クラブからも候補者を擁立。民政党や無参書派を交えた激戦を戦い、 自派から11名を当選させた。この結果4月10日に行われた長崎市改正副議長選挙で政副議長を声優会で占める結果となる。その後、衆院議員に5期連続で当選を果たすが1937年11月3日に刊行したパンフレットに占領した土地を戦場の兵士に与えよと発表して問題が、 発禁処分を受けて、憲兵隊に全部押収された上に、東京憲兵司令部の取り調べを受けた後に、謝罪制約書で不起訴処分となる。1939年に、海軍政務次官に就任する。1942年4月1日に、戦時中の国策、一県一司令によって、県内の新聞社4社を統合した長崎日報7月、長崎新聞に、 会大が設立されると会長になるものの、同年4月30日の翌3選挙では、翌3政治体制協議会の推薦を得られず、非推薦で立候補を強行するものの逮捕されて、浦上刑務所に収監するばかりか時点で落選に終わる。1945年8月6日には、東京から抜きと、広島市付近で原爆に遭遇。2日後に、当時の長野若松知事に、 広島被害の第一報を伝え、翌日に長野知事を中心として、原爆投下時の対応を協議するが協議の最中に原爆が投下され、2週間も二重被爆することになる。戦後1946年の1月5日に、日本自由党長崎支部を結成し県連合支部長となるが、4月10日には、新選挙法による総選挙への不出馬を表明するとともに自由党を離党。 5月29日には、長崎新聞の取締役会長も辞任し、12月9日に、長崎新聞が、長崎日日、長崎民有、佐世保時事、島原の4社に再分離されると、長崎民有新聞社長となるが、公職追放でこれも辞任に追い込まれる。1950年に、公職追放を解除されると自由党長崎支部長と、 長崎民友新聞社長に復帰、翌1951年4月30日に自由党推薦で長崎県知事選挙に出馬して、同県知事選挙史上最高となる投票率85.61%の激戦を戦い、現職の杉山総二郎を393,378票対30万6,007票で破って知事に当選。4年後の知事選にも、 杉山本知事相手に再選を果たした。知事在任中には1952年に当時の深刻な食糧難を解決するためとして長崎大観拓構想という諫早湾観拓事業を発案。この事業は後に莫大な経費をかけて実現化され、完成後も開門するか否かをめぐる度重なる訴訟や保障問題で莫大な国民負担を強いる状況を招いている。 さらに門賛成派と反対派の住民分断を招き、伊佐派山玄関は住民同士の争いの場となっている。西岡は事業を進めるため、世界銀行の融資を求めるなどしたが、知事在任中の1958年に慢性肝炎による心臓衰弱のため67歳で没死した。1月19日に長崎東高等学校体育館で、喧騒が執り行われた。 妻の西岡春は参議院議員、衆院議員から新自由クラブ幹事長、文部大臣、参議院議長を歴任した西岡武雄は長男にあたる。国民民主党衆院議員の西岡秀子は孫。また、実定の倉成昌八郎も衆院議員を務め、外務大臣を務めた倉成忠氏は老い、参院議員から長崎県知事となった久保寛一は、 次男の夫人の父で親戚関係にある。ありがとうございます。